さんのお気付け始まります。はい、おはようございます。今日は、成人式も近いので簡単な帯結び、この帯は4メーター、10センチしかないんですけど、手先もねちょっとねこう短いですね、40センチです。これでやってみたいと思います。はい、それでは始めます。はい、そしたら35目紐をしましたら、今度こちらですね、この根元のところをですね、はい、このようにぐるっと持ってきたら中表にします。はい、中表にしたら、はい、1、2、3、はい、3つ取りました。この長さですね、はい、身幅取って ここですね、このように、はい、よいしょ、はい、こうなりましたね。はい、そしたらねここでね、はい、くるっくるっくるっとくるっくるっくるっと輪っかになってるのね、はい、輪っかになったところをここで、はい、今の、はい、3つ手が折れたとこね、はい、ここに預けます。はい、ちょっと、はい、そうしましたら、はい、ここで広げます。はい、短い帯でもできます。そしたらこの真ん中のところを、はい、つまみまして、はい、つまみましてじゃないな、はい、中表にこうね、はい、こうしたら耳上がりです。はい、右耳上がり耳上がり、はい、こうしました。はい、そしたらここで一手のところを持ちまして、一手と一手を押さえます。はい、こちらも短い場合ですね、はい、一手と一手ここですね、これをちょっと短めにして、はい、ここで持ちます。はい、そしたらこの中ですね、ここの中をきれいに広げまして、こうですね、はい、ここで折り込みます。はい、1本目にかけます。こうですね、はい、次ですね、はい、この延長線上ここですね、ここと、はい、垂れ元を持ちまして、はい、こちらも一手はここですね、はい、こことこれとこれを、はい、揃えます。はい、持ちました。はい、そうですね、このようにお羽ができました。ここ引いてくださいね。はい、ここで押さえて、ここですね、はい、ここを、はい、折りまして、はい、ペケ印にかけます。そうすると長さが短い時ね、おひだとかできない時、これでお羽が表面だけ綺麗になりました。はい、こうですね、そうすると短くてもお羽ができてます。はい、じゃあ今度こちらですね、はい、こちらです。ここで、はい、一番奥のゴム紐がありますね、はい、あ、違った、ここね、はい、ここに、よいしょ、そしてよいしょっと出しますね。そして、はい、そしたらここからここに、はい、入れよう、こうしてね、入れちゃうよね、はい、はい、このようにお羽ができました。はい、そしたら枕しますね。この枕、こことここに当てます。はい、当てたらここの35目紐に、はい、かけます。はい、こちらも35目紐にかけます。はい、はい、そしたらここですね、はい、ギュッと上げまして押さえまして、これを
ギュッと、はい、三重ゴム紐と紐が合体するようにして、はい、前にギュッと押さえます。はい、前で縛っておきます。はい、そうですね。はい、そうしましたら帯揚げをします。しぼが上になってる方が、はい、上ですね。はい、こんな感じで、はい、ここにかけておきます。はい、前で軽く縛っておきましょう。はい、置きました。はい、そしたらね、ここにもう一本、今ペケにかけたここにあるでしょ、これ。短い場合はこちらをですね、はい、このように、はい、ここで、ね、折り上げから10センチぐらいの折り上げから、はい、持ちまして 1,2,3 と、はい、このように持ちました、はい、そしたらここの、はい、これ短いからね一番奥に使わずにここに止めます。こうですね、はい、そしたらここでスタッフは20センチぐらいの感じにここねふんわりとしまして、はい、帯締めをしましょう。ピーンと持ってここきれいに中入れまして、中心持ったら奥へ入れてね、はい、でこの脇をグッと、はい、して。そうするとね、ここから写真撮った時にここがね、見えなくなるのでいいですね。はい、右、左、はい、お羽を作ります。はい、こちらで折ってきたね、お羽を、はい、このように、はい、こちらも、はい、ここでかぶせると、手先が短くても、お羽が こ, にして、ここのグラデーションがこう見えた方が可愛いかもしれないです。はい、こんな感じにして作ってあげると、はい、可愛い帯結びが、どうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるのでグッドボタンもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。